ダビドフ・ダビドフとは、エッティンガー・ダビドフグループの機関ブランド。取扱い商品は、葉巻きタバコ、パイプ、紙巻きタバコ、キ煙ツエング、香水など。ダビドフ・クールウォーター・ウーマンジのダビドフが創立したブランドである。1906年、帝政ロシアのキエフに生まれたジノは、両親と共に、スイスに移住、20歳で、タバコの栽培と貿易を学ぶため南アフリカ、 キューバに渡った後、スイスに戻り、ハマキ販売店を開店した。ハマキタバコの自社生産は1967年からで、当初はキューバにおいて、生産を開始したが、キューバシガーの品質に懸念を持ち、1990年に拠点を、トミニカ共和国に移転。品質の異を極力なくし、ラッパーの美しさも考慮に入れる、細かい調整と徹底した。 品質管理で、ヒキューバハマキの中での最高級ブランドの一つとして取り上げられている。よって、主な製品の平均価格は、1本が、日本円で2000円台となるものが多く、数ある、ハマキタバコ銘柄の中でも高額な部類である。高品質にこだわるという、ハマキタバコにおける、ブランドイメージを活かし、ジノダビドフの名を冠したブランド製品は、 タバコ類及び喫煙具をはじめ、香水からネクタイ、メガネ、コニャック、ブリーフケースに至るまで、多岐にわたる。日本における、期間店は、ダビドフ・フオブ・ジューネーブ・銀座。ここでは、主にタバコ製品に関してする。現在のラインナップは、小さめのプリトスサイズから、ラージサイズまで多くのラインナップが存在する。年ごとのプレミアムや記念銘柄を除いた。 国内流通しているレギュラー品目は以下の通り品質管理の際に正規のナンバー品を与えられず選定から弾かれたものがプライベートストックと称され別ブランドして販売されている農をから数十種類のものがありいわば廉価版であるが味は変わらず色や仕上げの荒さによるものとされているセカンドラインとしてジノという名のブランドもある 元々は、キューバ製品金融措置に対する北米市場向けの銘柄して誕生。現在では、ダビドフ製品は、キューバ生産でないため並行して流通している。キューバ生産時代の、主なラインナップとしては、名城ワインの銘柄を冠した、シャトーシリーズが挙げられており、現在ではこれらの銘柄は、コレクターズアイテムとして、オークション等において、高値で取引されている。 シャトーシリーズの後継がグランクリューシリーズ。また2013年9月にはニカラグア産タバコ用100%で作られたシリーズニカラグアを発売している。ドライシガリロは基本的にオランダやデンマークにて委託生産されている。上質なミクスチャーの缶入りの銘柄が主である。日本では入手不可であるが本国では オーダーメイドのミクスチャーの製作も行っている。上質なバージニア用にこだわり、添加物を抑えたものが多い。特別なサイズであるマグナムが代表的な銘柄である。スリムは一般的なスリムサイズとスーパースリムの中間的な太さで、長さは 100S サイズと同程度である。他の銘柄は一般的な太さだが長さは 約9 3ト、mm、ルである。紙巻きはドイツのレーム妻が委託生産、また商標はインペリアルブランズ社が所有している。面取りがされた八角形のパッケージで、従来は左右から中央にかけてグラデーションが施され、中央にロゴが配されたデザインだったが、2010年末から2011年5月頃にかけて順次単色で右上に、 ロゴが配されたデザインに、さらに2014年より、右上の写真と同様のデザインに変更されている。日本仕様のクラシックゴールドワンに使用されている、チャコールフィルターは、非常に特徴的なもので、シート状のフィルターに、非常に細かい活性炭を付着させている。その他、有名な商品としては、香水が挙げられる。代表的な銘柄は、ダビド・フクール・ウォーターなど、 2006年に副社長であるレイモンド・シュラーが来日している。公式な来日は、ハマキ会社としては、稀な例である。ありがとうございます。